なってくるでしょうかね。さあ、ここです。今日最初にチャンピオンジャージをスタートに通したのがこのね、角田選手ですね。おいだ2019と書いてますね。全て最も使われるクライドトレックになります。タイヤを振って加速していく。一旦加速をしながらさフロントのフェグからワイドを1回転させていきます。さあどこまでやまだまだ揺れだ。プレイするとまた別のウエストを用意していただきたいですね。はい、では参りましょう。中段からあれ一番あ早い早い。どうですか、1分が47秒、これ40秒のハンディがあると思うんですね。あ、シュバブさんハンディいらないかもしれない。いやーそう。さあゲートが見えてきた、フィニッシュのゲートが見えてきた。もう間もなくだ、最後回転数軽点数上げていきたい。ラウンドアフ出ました。ここでギアをかけていく。さあ、ダッシュギアギアをかけていったがちょっとやめた、荻野、いやーまだまださあ見えてきた、ゲートが見えてきた。さあ4分の1を過ぎてゲートが見えてきた。さあ最後スパあれさあれあれ2分いくちょっと待って10分から8分おっと、ちょっとトラブルか。13、14、15、16